こんにちは、日野です。今お客さんの配達が終わって、これからちょっとまた次の配達先に向かうところなんですけども、こういう隙間時間って使えるんですよね。この隙間時間を僕自身はその音声を聞いたりっていうことも、ね、しているんですけど、こういうしゃべることをアウトプットする場としてもね、活用できるなっていうことを感じるわけですよね。で、車を運転するっていうのはこう口が開いてますし、まあ、目も開いてるし耳も聞こえるしっていうことで、いろんな使い方の活用の仕方っていうのができるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、動画を撮っていくっていうことで、今年は本当にね、たくさんこれ撮っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、そのためには一つ環境を整えるっていうことが大事だと思うんですよね。で、環境を整えるためには、まあ、その、iPhone で簡単に撮れるっていうのはすごく魅力的で、これを例えばビデオをセットして車の中でやるってなるとちょっと手間がかかるし、ビデオをまた持ち込んで、そしてまあつなげてっていうことをしなきゃいけないわけですから、結構手間になるんですよね。だからできるだけ手間をかけないやり方っていうのをね、構築していけば、そうするともうこれだったら設置してスイッチをポンと押すだけで収録ができるっていうことで、スマホがなければ、昔のそのガラケーであればそういうわけにはいかなかったと思うんですけど、本当便利になりましたよね。 iPhone 一つあれば、スマホが一つあれば、もうそれで動画が撮影できてしまうという時代になってるわけです。環境が整ってきてるわけですよね。これだけの環境が整っているわけですから、それを利用しない手はないんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、あと僕自身 その課題としては、前も言ったように動画 その容量が、ね、あんまりないんですよね。これもう10本撮るといっぱいいっぱいになると途中で切れてしまう。これ間もなくもうこれ7本目ぐらいになるので、今日だけでもね、もういっぱいになる頃だと思います。だからこれを容量上げることがどうしたらいいかはまだわからないんですけど、これちょっと調べないといけないなと。でもこういうのも調べたらすぐわかるわけですから、確かに16ギガとか32ギガとかその容量があったんじゃないかなと思うんですよね。で、そして iCloud っていうのがありますから、その iCloud だと50ギガまで保存ができるっていうのがありますので、それも使うといいのかどうなんでしょう。そこら辺がちょっと僕もまだ把握できてないんですけど、まあ、そういうので、ね、それを整えて容量がいっぱいになれば、本当1日20本でも下手したら30本ぐらい 2,3 分の動画を撮れるわけですよね。これはすごいなということをですね、思いますね。で、隙間時間を使う、隙間時間をこういう動画を撮る他にもね、当てることって考えたらできるんですよね。何気なくぼーっとしてる隙間時間、僕自身は普段はどこに行くにも本を持ち歩いてるので、隙間時間があったら本を開く習慣がありますね。例えばその銀行に行った時に待ち時間ってありますよね。その待ち時間にただぼーっとしてるか、まあ、あるいはスマホを触っててもいいんですけれども、それよりも、本をね開いて、本を文庫本をカバンに入れてるんですよね。3冊ぐらいで、それで持ち歩いてるようにしてますよね。じゃ、常にどこに行くにしても本があるようにしてる。そうすると何かの緊急事態の時に本を開けるっていうことですよね。だいぶ何年か前に、会議が大阪でありまして、その大阪の会議に行く朝の時に明石で結構大きな震度5、6ぐらいの地震があったんですね。そして電車がもうその時点でストップして動かなくなっちゃったんですよ。で、その時にかなり待ち時間を食らってしまったことがあったんですけど、まあ、そういう時もそういう緊急の時にも本があればね、かえってその時間が読書の時間に変わるわけですよね。ウォークマンで何かこう学習もできると思いますし、いろんなこう隙間時間、あるいは急にできた時間っていうのを活用する何かを持っておいたらいいですよね。本であったり、その音声であったり、そういったものを持っておくと、緊急の待ち時間ができた時に、緊急のっていうか何かこうちょっと待ち時間がふっとできた時に、活用できる。
だということを感じ、あるいはノートとか持っておくとアイデアをこうメモしたり、いろんな活用の仕方があるんですよね。隙間時間ってばかりできないですし、一日の中で結構あるわけですから、それを自分を高めることに使っていけばいいんじゃないかなというふうに感じています。ちょっとなんかこう雑談になってしまいましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。